明るくなるのが早くなりましたね。はい、早起きも大変だ。では続いていきます。栃木県宇都宮市の豆虎さんかな。朝空、この色が大好きな空です。空全体が焼けていいですよね。雲もあって、こう日の出とか夕日もいいんですが、空が焼けていく感じがやはり何とも言えません。綺麗です。はい、太陽はこの辺りに。では続いていきます。続いては茨城県水戸市のりんごさんです。今日も無事に朝日をゲットしたので帰ります。空友の皆さんもハピネスな一日をと、いただきました。はい、なんだろう、綺麗な雲が出ています。はい、飛行機雲でしょうかね。綺麗ですね。こちらもいい空です。でも雲がずっと残っているので、やっぱり上空湿ってるんですね。では続いていきます。東京都江戸川区 TR さん。旧江戸川沿いをウォーキング中です。いいですね、朝日を見ながらのウォーキング、なんて素敵なんでしょう。その光景に憧れますね。はい、いい感じです。やっぱり川沿いを歩いたりすると気持ちがいいですよね。ウォーキングとかをするのも、やっぱ景色はとても大切だと思います、ではもう一つ行きます。千葉県九十九里町デブデブさんです。久しぶりに来た九十九里、朝焼けの様子を見ると、日の出の方向が北に上がっていることが分かりました。曇ってしまうかと心配でしたが、眩しい朝日が昇ってきました。波の音、潮の香り、南からの風、早朝の浜辺は本当に気持ちいいですね。さて、雨が降る前にいろいろ片付けないと。それでは今日も元気に行きましょう、ということです。綺麗ですね、こちらも。はい、朝早いです。でも朝早いからこそ空気も澄んでて気持ちがいいですよね。はい、では今日も5枚ご紹介していきました。今日はどれが皆さん良いでしょうか。はい今日は広島はないです。意外とでも東北、近畿もですね、近畿から北海道まで一応ね見えてはいました。ただね、やっぱり近畿や東北ちょっと雲が多めでしたね。はい水戸、最後の釧路は今日はないです。はい釧路はなかった、残念です。ではじゃあ最後のでいきましょうか。デブデブさんのでいきましょう。千葉県九十九里町からいただいております。口でいこうかな。はい、では皆さん、今日は庭さんがやってきますので、この後一緒にお勉強しましょう。良い一日になりますように。せーの、リポートありがとうございます。ではその他にも綺麗な日の出リポートをたくさんいただいていましたので、引き続きご覧ください。Thank you.
5月19日日曜日、今日はほたなつみがお送りします。今日は西から天気下り坂に向かっています。ただまだこちら関東エリアとても穏やかなお天気です。現在の千葉幕張の空です。10時40分現在の空の様子ですが、まだこの青空だとお出かけもしっかり楽しめそうですね。では各地の空の様子リポートで見ていきます。まずは北海道です。北海道苫小牧市玉鈴さんです。朝は日差しが心地よかったのに、さすが苫小牧、霧がやってきました。煙突は下の方しか見えません。晴れスタートだったようですが、霧が出てきたということです。北海道札幌など天気がいいところもありますが、この後苫小牧などの霧はどうなるんでしょうか。では続いていきましょう。続いては東京都調布市小鳥さんです。白い雲の綺麗な空です。風は少し湿っぽいですね。良い一日でありますように。はい、まだ穏やかな空です。ただ関東も今日は晴れ後雨のマークとなっていますので、いつ雨が降り出すか空の様子に注目です。では続いて沖縄も見ていきましょう。沖縄県うるま市トミーさんです。急に雨が降ったり止んだり、はっきりしてほしいですね。はい、梅雨の沖縄ですが、降ったり止んだりの空ということです。それでは今日の詳しいお天気確認していきましょう。予報センター小津さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。小津さん、今日は西から天気下り坂で、はい、雨降り出してますね。そうですね、はい、今はこの時間帯は西日本の、はい、結構ね、広い範囲で雨という状況となってまいりました。はい、はい、ちょっと状況を見てみますと、10分天気マップです。この1時間でいただきましたリポートですけれども、うん、ご覧のように中国、四国、九州、まあ、この辺りまでね、雨が中心。そしてこの時間帯は近畿の方も少しずつ幕も広がって、そして雨もポツポツパラパラと、まあ、降り始めている状況となってまいりました。こんな感じですね。はい、はい、大阪方面もね、ちょっと一部でポツポツと雨の方もね、始まっていますので、これからさらにメインの雨雲、今はこちらのね、中国の広島だったり山口、この辺りが中心になっていますけれども、次第にこういった雨雲も午後はね、近畿の方にも広がるという状況です。はい、あと沖縄がですね、現在、活発な雨雲が流れ込んできていまして、
黄色のね、ゴーという激しい雨のリポートもいただいている状況です、はい、うんうん、こちらは梅雨前線がうろうろとね近くにしていますので、時折活発な雨雲がやっぱりこう入ってくるんですね。で今ちょうどその強い雨雲もね入ってきていますが、ちょっとレーダー重ねますとこちらはねこんな感じです。こう隙間もありますので、雨自体はね一旦こう弱まったり止んだりということもあるかと思うんですけれども、一つ一つ雨雲結構ね強力なものがありますので、うん、降り方というのはね、十分注意が必要な状況、まだこの後も続きそうです。はい、そして北海道から苫小牧市、はい、霧の報告も来ています。はい、いただきましたね。現在北海道の状況を見ていきますと、はい、はい、道東方面もですね少し霧など視界が悪いという状況になってきているんですけれども、今のところこちらですね、太平洋側の方を中心にこれ海からのこう、ね、湿った風の影響を今受けている感じになっていますので、この辺りが局地的に、視界が悪くなって低い雲なんかも出やすいという状況です、まあ、一部で霧のように、ね、なって、見通し悪いという感じにもなりますので、まあ、注意なんですが、これね雲が広がって、まあ、霧が出ているというだけじゃなくて、体感的にもこういうところを中心にやっぱり寒いという体感が、ね、増してきていますので、体感天気的にもこちらの道央とは大きく異なる状況になりますので、この辺の境目、それから影響時間というのを、まあ、見ていくというところがね、この後午後にかけても一つポイントになってきそうです。ちょっとね一度入りますと雨がしっかり降り出すまでは同じような状況を続いてしまう恐れがありますので、日中ねいっぱいこういった影響残る可能性がありますので、このあたり皆さんのリポートにも注目していきたいと思います。はい、わかりました。では今日の各地の空読みのポイント教えてください。はい、本日の空読みに関しましてはこちらです。はい、いくつか分かれております。北海道、まあ、これは虹色現象のチャンスとありますが、こちら今の状況を見ていきますと、おそらく道央とかですね、晴れているようなエリアが、こういった虹色現象、まあ、見られるチャンスもあるかもしれないという状況です。続きましては、こちら東北や関東などを中心としたエリアなんですが、次第に雲が広がる下り坂のエリアです。低いグレーの雲が、ね、広がってきますと、まあ、間もなく雨のサインとして見てください。そして、まあ、こちらはもうすでに、雨広がっているエリアですが、雨が降る中におきまして色が黒っぽいですね、雲に変化していきますと強まる雨、しっかりとした雨雲となりますので、まあ、雨の強さですね、雲底の色に注目してみてください。あとはこちら沖縄です。今は活発な雨雲本島方面にも入ってきていますけれども、一旦こうね雨が止み間に晴れ間も出たりすることもあります。そういう際にはこう黙々雲、大きな黙々雲やはりこちらも底が黒い雲ですね、こちらの接近がありましたら急な雨、こちら雷雨にも注意していただければと思います。はい、わかりました。では小田さん、ありがとうございます。はい、それではお天気マークでも確認していきます。全国の天気です。それでは全国の天気をお伝えします。今日は西から天気下り坂でだんだんと雨が降り出します。関東や東北でも夕方以降は雨が降り出すので、傘を忘れずにお持ちください。ではまず西日本から見ていきましょう。那覇は日差しがあってもにわか雨もある変わりやすい天気、一時的に強まる雨や雷雨にも要注意です。九州から中国四国は雨が降ったり止んだり、空気はジメジメとした梅雨の気配を感じる体感です。近畿もだんだんと雨が降り出すので傘を忘れずにお持ちください。また午後は九州北部では次第に雨が止んできそうです。次に東日本です。東海や北陸もだんだんと雲が厚みを増し雨が降りやすくなります。夕方以降はしっかりと降るので傘を持ってお出かけください。関東は日差しが届いても油断禁物、夕方以降は雨が降り出しますので折りたたみ傘があると安心です。続いて北日本です。東北はだんだんと雲が厚くなって午後は雨が降りやすくなります。傘を忘れずにお持ちください。北海道は雲が広がることはあっても昼間のお出かけには問題のない天気、札幌ではお花見も楽しめそうです。夜は道南でにわか雨の可能性があるので折りたたみ傘があると安心です。おしまいに週間天気を見ていきましょう。まず大阪から那覇です。
大阪から福岡は週前半は雲が多くにわか雨の可能性もあります。週後半は晴れる日が多く初夏の陽気になりそうです。那覇は曇りや雨マークの梅雨らしい天気の1週間。洗濯物は部屋干しにしてこまめに片付けた方が良さそうです。最後に札幌から名古屋です。週前半は雲が多く雨が降ることもあります。また雷雨の可能性もあるのでご注意ください。週後半ほど晴れる日が多く初夏の陽気です。北海道も気温は平年並みで春らしい体感になりそうです。以上、全国の天気、週間天気をお伝えしました。それでは、空ボタンを行っていましたので、そろそろ集計していきます。今日は皆さんに湿度感じてますかという質問をしています。雨が降っているところはもちろんしっかり感じているかと思いますが、天気は下り坂なので、まあ、日差しが届いているところは湿度でちょっとムシッと感じる方もいらっしゃるかもしれません。あと今日空ミッションで皆さんに空エビマスターで湿度を測っていただいています。では空ボタンそろそろ終了していきます。5、4、3、2、1、終了です。それでは風船を上げてみていきます。どう2つぐらいしか差し上がらなかったので終わりかと思いました。はい、湿度を感じないという方も、あ、でもあまり感じない多いですね。お、多いです。さあどうでしょうか。あ、私そう髪の毛で感じますよ、結構湿度が高いかどうか。確かに今日はまだ大丈夫ですね、今のところ。では数字で見ていきましょう。こちらです。はい、感じない方が589、そこそこ感じる。473、かなり湿度感じてます。139。では全国マップで分布見てみましょう。ほうほうほう、まあ、今雨が降っているところは湿気たっぷりですよね。東海、北陸から北にかけてはまだ湿度はそんなに感じないということですね。湿度は高めですが爽やかです。静岡、丸さん、確かに風もなんか吹いてるのでまだ爽やかという方が多いかもしれません。はい、すがすがしい。お、そうですか、わかりました。では皆さん、空ボタンの参加ありがとうございます。それでは空ボタンは以上です。参加ありがとうございます。この後11時からは庭さんをお招きして図解天気の見方ですが、庭さんはまだやってきてませんけれども、庭さんに質問のメールをサンシャインの冒頭で募集しました。今9通来てます。ちょっと全部ご紹介はできないかと思うんですけれども、まだ募集してますので、庭さんに聞きたいことがありましたらお寄せください。まずニワさんに何から聞いていきましょうかね。まずニワさんを一度も見たことないという方はいらっしゃるでしょうか。ニワさん、まだ見たことありません。初対面です。皆さん初対面だと思うんですけど。あ、ニワさん見たことない。あ、そうですか。さっき上にいました。おー、そうです、 UFO、 何だったかな、 UFO の話忘れちゃいました。私もなんか真剣に聞いたことあるんですけど。はい、庭さんがこの後登場。じゃあまずは庭さんがどういう方なのか、庭さんの自己紹介も含めて庭さんを紹介していきたいと思います。はい、お楽しみに。ではこの後11時からまたスタートです。
こんにちは。時刻は11時を回りました。こんにちは。こんにちは。ちょっと待っててください。はい、引き続きソライブサンシャインをお送りしていきます。ではこの時間は図解天気の味方です。今日は予報センターから丹羽さんがやってきてくれました。はい、自分で拍手するとちょっとなんかよろしくお願いします。丹羽さん、お昼は初登場ですか？そうですね、そうですね。そうです。あ、丹羽さん、はじめましてという方もいらっしゃいます。はじめまして。丹羽さん、下の名前すごい難しいですよね。なんて読むんでしたっけ？丹羽さんのひろひさん、はい、あ、聞いたことあるんだ。本田さんの下の名前は私、夏美です。夏美さんですよ。一応多分みんな知ってると思うので大丈夫です。はい。ちょっとまだ丹羽さんから知っていきたいと思うんですけど、丹羽さんは、皆さん今どんなお仕事を上でされてるんですか？ソライブでなんか背中はいつも映ってるんですけど。あ、そうですね。今現在は、皆さんからいただいた情報を分析して、その結果を予報に反映させたり、あとは空読みのネタっていうんですかね、誰々さんからこういう並々雲のリポート届いてますよ、このエリアリポート見れそうなんで、で空読み担当の方に伝えたり、そういう、仕事を主にしております。ほう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 、はい、でも10分天気予報考えたのって庭さんなんですよね。皆さんの、一つ僕は種みたいなものをあくまで考えただけで、作ったのは皆さんと一緒に作られましたので。あ、でもさすがって来てますよ。実は偉い人。そうなんですよね。いや実は皆さんすごい人なんですよね。全然そうなんですよ。全然そんなことないです。それみんな分かってます。皆さんでもすごいのが、予報士の試験1回で受かったんですよね。でもそれはでも結構すごいと思います。いやもうでもゲロ吐くぐらい勉強してましたからね。そうです。今のはちょっと NG です。吐いてません、吐いてません、吐いてませんけど、それぐらい。じゃあちょっと違うこと質問しようかな。皆さんと私、一番最初のソライブ初期のオールナイト2部という番組で一緒にね、お勉強してたんですよ。予報士の試験を受けるために、丹羽さんが予報士のこう過去問、過去の問題を持ってきてくださって、でそれを試験に受かるために語呂合わせでいろいろと勉強してたんですよ。でもこれ今見てもちょっとよく分かんないです。分かんないですね。自分で見ても分かんないですね。いろいろと勉強してたんですよ。私は今予報士に慣れてないんですけれども、一応これですね、堀田さんと一緒に勉強した内容っていうのは、僕がいろいろ勉強してます。僕は実際に天気を勉強するときに、何でしょうこれ、言葉とか記号とかで覚えるのはもう嫌だったんで、だから覚えることは全部語呂合わせでこじつけて、何かに絵にこじつけて覚えようということでやったんですけども、それを、なんか堀田さんがですね、僕パッと堀田さん見た時に、同じ空気の人だなと思ったんです。違う違う。ちょっと違いますよ。違うと思います。なんか同じ空気の人だなっていうのをちょっと感じまして、で、こういうと同じ空気だから、勉強の仕方も僕と同じ方法がいいんじゃないかなと思って、堀田さんにちょっと一緒にするということになりました。一応そういう背景があります。同じでしたか。わかりました。同じです。同じだそうで、語呂合わせで覚えてたんですよね。はい、ちょっと今見返してもちょっと難しいです。でも丹羽さんもこれから図解天気の見方の一緒にお手伝いしていただけるということなので、丹羽さん、なんか噂で聞くと週に1回ぐらい来ていただけるとか。もしあれですね、ちょっとお邪魔にならなければ。ぜひ週に1回ぐらいは、週に1回1分ぐらい
珍獣を見てもまあいいと思うんですよね。まあそんなそんなノリで。1分は少ないです。1分少ないですか。30分ぐらい。そんな感じで。主人1回週に1回丹羽さんの予報士講座はいがあるかもしれません。お楽しみに。丹羽、はい、さんにメールでいろいろと、はい、先ほど質問募集したんですよ。すごい来て、はいはい、ちょっとこの中から1つ2つ取り上げましょうか。はい、お願いします。まずいいですか。はい、白樺さんからいただいています。はい、これにしようかな。これ白樺さんかな。今年はなぜ気温の変化が激しいのですか。この傾向は梅雨明けまで続くのでしょうか。はい、といただいてます。はい、今年すごい確かに気温の変化大きいですよね。はい、まあだいたい例年ですね、はい、春ぐらいまでは、はい、なんか始まりました。はい、お天気番組らしいですね。いつもお天気番組でした。そうそうだそうだそうでしたよ。これ日本列島ですか。そうです。で、はい、まあ、だいたい先にその答えに対しての結論から言いますと、はい、まあ、これまでは気温の変動結構大きかったんですけども、はい、うん、大きかった。これからはもうだんだんと安定してだんだんと暑くなっていくというんですかね、はい、そういう空気の流れに変わっていくと思います。はい、で、はい、なぜ、今年気温変動が大きかったということに関しては、うん、はい、まあ一つポイントはですね、赤とか緑もありました。ありがとうございます。このよいしょっと、はい、お手伝いせず、はい、いや今いや実は手伝ってもらっていただいてます。ちゃんと手伝って、はい、まあ、この、ですね、北極方面にある、はい、冷たい空気が、はい、こう日本列島にやってきやすいかやってきにくいかどうかっていうところが、うんうん、この暖かくなったり冷たくなったりする一つのまあきっかけなんですね。はい、で今年の場合は、まあ、この、はい、この冷たい空気、はい、北の方にある冷たい空気っていうのがこう上空の流れがこう蛇行がこう大きかったためにたびたび日本にこうやってくることがあって、でこういう状態っていうのは、はい、春先にかけては結構続くんですけども、うんうん、まあ、今年はよりそれが顕著であったっていうのことは言えるんじゃないかなと思いますね。はい、はい、この先はそんなに気温の変動は大きくないと、はい、そうですね。だんだんとこの流れ、はい、この北から南へやってくるこのですね、はい、この流れっていうのが、はい、もっとですね、これからの季節っていうのは、はい、こう北の方をどんどん通るようになっていくんですね。こう、これまでは春ぐらいまではこうガクってきてこういう感じ、こういう風の流れっていうのが、はい、これがどんどん北の方を通るようになってきますので、うんうん、まあ、冷たい空気もまあこの辺を素通りしていると。うーん、はい、そうするとまあだんだんと暖かくなって暑くなっていくっていう流れになります。わ、はい、かりました。はい、皆さん大丈夫ですか。ついてきてますか。 あともう一ついきますね。はい、あともう一つはこれね、結構お勉強してる方ですね。丹羽さんへの質問たくさんあるのですが、はい、エマグラムというのが時々出てきますが、はい、あの読み方、使い方など教えてください。はい、逆転層の種類や覚え方、またショワルターの安定指数など気象の方に時々出てきますが、はい、ショワルターの安定指数の求め方などなかなか覚えられません。はい、何かアドバイスをいただけたら嬉しいです。なるほど、なるほど。うん、難しいですね。何からいきましょう。これだけで30分いっちゃいそうなんですけど。そうですね、まず、はい、結構エマグラム、はい、エマグラムっていうのが、はい、まあ、なんていうか、ね、どう何を見てるかっていうところだけ、まずそもそもエマグラムって何ですかっていうところなんですけどね。はい、簡単に言うとですね、はい、まあ、これこっち上空でこっち気温と思っていてください。はい、気温のグラフがありますと、はい、でエマグラムっていうのは、
このゾンデっていうんですかね、この風船みたいなものに気象機器をつけて、はい、でこれをこう飛ばしてるんですよ、はい、飛ばしてで、やりましたよねそれもね、そう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 、はい、このフワフワフワって飛ばして、それである決めた高さの、はい、決まった高さの、はい、気象観測値、はい、気温とか気圧とか湿度、はい、っていうデータをこう何ていうんですかね、空から送ってきて、でそれをこうプロットしたものなんですね、はい、でそれで何が分かるかっていうとですね、こうまあもちろんあの上の方が寒いの冷たいので、はい、こうふわ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 ってこう風船が飛んでいって、はいはい、こうどん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 高いところに行くとこう冷たくなります、冷たくなってきますよ、はい、で描いたのが、まあ、エマグラムっていうものですと。おで、こ、 で、はい、ここでですね、はい、何を見るかどうかとこなんですけど、うん、その大気の状態が、はい、こう雲が発生しやすい状況なのか、うんうん、発生しにくい状況なのかっていうのを見るんですよね、はい、でその時に例えば、あ、堀田さんここまで大丈夫ですか？頑張ります。あいや、今日は良しとします。頑張ってついていきます。結構ですね、はい、あのこれかなり事前準備を、そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ、どちらかというとあの悪いのは僕なんで、堀田さんもし怒りをぶつけるとしたら僕に、私と菊池さんが、いやいや、あの実は昨日のお昼頃に丹羽さんからちょっと打ち合わせをしたいんですけどって菊池さんに連絡があったんですけど、その連絡に気づいて、その連絡に気づいたのが菊池さんの、あのもう12時ぐらいだったし、夜の12時ぐらい、お昼に来てた連絡に気づいたのが12時ぐらいで、その連絡を私に菊池さんが送ってくださったのが朝だったのでみんな全く噛み合わずで、あの打ち合わせ全くできなかったんですよねまあでもあれです そうは言ってもですね、はい、きっと僕は悪いんです。僕は悪いんです。じゃあ丹羽さんが悪いってことに気はしときます次からちゃんと連絡が取れるようにしておきます。で、はい、あの今日はですね、はい、これ見ただけで結構アレルギーが起こる人とかいると思うんですね、はい、なんかいろいろ細かいのが出てくるか、なんかこう見ただけでさっぱり分かんないんですよね、はい、で今日はなんか雰囲気だけ掴んでもらっていただいて、はい、で次にもう少しビシッとしたもの、うん、そんな感じのやつを、はい、で、うん、はい、で何を見てるかというとですね、はい、まあ、こういう大気の状態ですよと。で、はい、実際にこう、はい、ここで考えるのはそのなんていうんですかね、雲が発生するときって、はい、必ず上昇気流、うんうん、こう下から上に持ち上げる力っていうのが働いて、その結果雲ができるんですよね、はい、ということは空気をこう持ち上げたらどうなるのかなっていうのをこの対エンマグラムで見るんですよ、はい、で例えば空気をもうこう持ち上げたときにですね、これ見ていただきますと、こっちの方が暖かいわけですよね。この気温こっち暖かくて、うんうんうん、でこっちの方が冷たいわけですよね、はい、でその空気を仮に持ち上げたときに、はい、例えばこの空気の方が、これが今の大気の状態で、でこの辺にある空気をひょいって持ち上げたときに、例えばこれがこの辺に住んだら、うんうん、この空気って周りに比べて暖かいですか冷たいですか、ほったさん暖かい、はい、暖かいですよね、はい、暖かいとこの空気はどこに行きますかね。暖かいと、はい、軽いです。軽いから上に行く。そうです。で上に行きますと今え暖かいと、はい、菊池さんが重いっていや耳から聞こえてきておかしくなっちゃった皆さん軽いって言ってるのに重いってちょっとなんか私一人で頭が混乱しましたけど暖かい空気は軽いんですよ、で冷たい空気が重たいんですよあ、合ってます、はい、合ってます、はい、続いていきましょう。で暖かい空気を持っていくじゃないですか、はい、で上まで行きましたと、はい、でこの空気まだこれに比べて暖かいんですよね、うんうん、そうするとこの空気どこ行きますか。上、そうそうそう、上行きますよね、はい、でこの辺までこう来ましたと、はい、で今度こっちに行っちゃいましたと、ふわふわふわって上がってきてこっちに行きました。そうするとこの空気って周りに比べて低い。そうするとこの空気重い。はい、そうすると割れる。割れはしないですね
ですね。そうするとこう上に行かずに止まっちゃうんですよね。止まるかもしくは下に降りてくる、はい、とそうするとですね、これより上に行かないんで、例えばこの空気がこう上に上がっていく途中で、はい、湿ってどっかで雲になったとすると、こうモク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 ってこう雲ができるんですよ、はい、モク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 って雲ができるんですけども、はい、ここまで行ったらそれより上に行かないんで、はい、雲の高さはここでストップするんですよね。あ、それで高さが分かるんですか。そうまあ大体こんなイメージです、はい、でちょっとここでですね、これからはい、あ、本田さんここまで大丈夫ですか。大丈夫です、皆さん大丈夫ですか。この間天気の見方でちょっと勉強したのが、雷雨は、はいはい、上空と地上40度ぐらい差があると、はいはい、結構まあ激しい現象が起こりやすいと勉強しました、はい、それだけです。あ、でもいや、すごい重要ですよ。重要です。で、見てですね、ダメだ今日、はい。時間がどんどん迫ってきて、どうしようと。そうですよね、はい、で、ですね、はい、この時に、はい、結構雷が鳴るかどうかって、はい、いう一つの目安があってですね、はい、このモクモクモクって上がっていった時に、はい、ここの気温がマイナス20度、はい、マイナス20度までモクモクモクと成長すると、はい、雷が発生するんですよね、雲の頭のてっぺんが、うん、でもしこれが例えば何ですか、そこまで高く上に伸びずに、はい、マイナス20度に到達しないと雷発生しにくくなるんですよ、はい、なのでそういうエマグラムの見るときは、はいはい、雲がこのどこまで伸びてマイナス20度の高さに到達するかどうかっていうのもちょっと注目したりしてますね。ちょっと私が理解しきれていませんので、また個人でお勉強しておきたいと思います。あとまだ他にもあるんですよ、はい、逆転層の種類や覚え方、はい、でもそれはねノートにねあったんですよ。あ、逆転層、じゃあもうこれはあれですね、ぜひ堀田さんの口からまずはご説明していただいて。いやここは今日大気の構造、逆転層について雲がどのような形になるかを考えるときは空気の塊で考える。ん、あ、これでもさっき言った空気重い軽いの話してますよ。そうですね、冷たい空気、あ、暖かい空気は軽いので上に行く、重い空気は下に行きます。何言ってるんですかね、うんうんまあ、今の説明ですよ。さっき今説明していただいた、はい、周りに比べてこう自分が暖かいと浮くし、どんどん上に行くし、周りに比べて冷たいと、まあ、さっきのあれです。周りに比べて冷たいとどんどん下に下がっていくっていう、はい、逆転層にも種類が、あ、今のなんか分かりやすく、どれですか、これですか。逆転層は雲の天井のようなもの。あ、これ名前だけ多分覚えれるんだったらこれでいけると思います。本当は上空の方が冷たくならないといけないのに、上空に行くほど暖かくなってる、それが逆転層。そうです。これなんかね、語呂合わせやってますよ。見えます？まずキャプテンが年生を占ってますあの語呂合わせで用語を覚えるんですよ。種類をね、種類、そうです。どういうタイプの逆転層とはどういうものかというのを、どういうタイプがあるかという、どういうタイプがあるかという、はい、キャプテンが年生占ってます。心臓バクバクしてます。耳にチンスコが入ってますそれでこういう絵を覚えて、逆転層は進行性と前線性の接地面で起こってるってことですか。違う、いや合ってます。今のは、はい、多分ですね、はい、
チンスコーは鎮光性逆、これ逆転層タイプを書いてるんですよね。チンスコーがその、チン、その、な、何でしたっけ。暑い。暑いですね。暑いです。もう汗かいてきました。もう一回、映しますか。もう一回、はい。じゃあ、丹羽さんの説明でお願いします。これキャプ、キャ、多分ですね、なんでキャプテンなのかっていうのは、はい、キャプテン、キャプテン、キャプ、キャ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 プテン層みたいな。多分そうそう、そういう流れだと思ったんですよ。手が震える。はい。はい、で、あの、チンスコ、耳にチンスコ突っ込んでるじゃないですか。はい。これは、あの、鎮光性の逆転層っていう、まず逆転層タイプですね。ほう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 。っていうのがあって、心臓バクバクしてるじゃないですか。はい。で、センチメンタルなんですよね。はい。センチメンタル、センチメンタル、接地逆転層。で前世を占っているのはその 前、はい、前世、前世、前線性逆転層みたいな、うん、ここはなんとか分かるような気がします。そうそうそう。で、はい、これあまりですね、はい、あの覚えよう覚えようと思って覚えるんじゃなくて、はい、この絵だけですね、覚えて、見て、そうですね、そこから自分の記憶をたどっていくわけですね。そうです。キャプテンの耳、じゃあ堀田さん、はい、あのじゃあちょっと閉じていただいていいですか、これを、はい、堀田さん、キャプテンの耳には何が突っ込んでありましたか。チンスコ。そうですよね。まあそんな感じで。そっか、まず絵を覚えて、そう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 、そこから自分の記憶をたどるということです。そう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 です。はい。あーもう暑くて、でもあと皆さん今日問題出そうと思ってたんですけども、これだけで終わりそうです。あとでもじゃあもう一つで質問の答えいきましょう、はい、ショワルターの安定指数の求め方、はい、これ、ね、多分やってるんですよ。ちょっと待って、汗かいてきて。ショワルター、ショワルター。じゃあちょっと丹羽さん、なんか面白い話でもしといてください。めっちゃ無茶ぶりですね。探せるかな。あ、ショワル、あ、ショワルタン。じゃあ、丹羽さんに説明をしていただきましょう。私その間にね、多分これ勉強してるはずなんですよ。でもね、どこに書いてあるか。ちょっとですね、まあ細かい話をすると、いろいろ、はい、なんていうんですかね。まあまずショワルタっていうのは多分ですね、有名なおっさんです。ショワルターは、はい、あ、語呂合わせの仕方ですね。あ、違いました、はい、違ったショワルターってなんか難しい言葉じゃないですか。難しい言葉あった、ショワルター安定指数、これですか。あ、そうで、はい、ですね、はい、何をやっているかというとですね、はい、さっきのこう、まず細かい話は置いといて、はい、ショワルター安定指数で何を見てるかっていう話をちょっとしたいと思います、はい、でショワルター安定指数っていうのはさっきここにある、はい、この空気っていうのを実際にこう持ち上げた時に、はい、暖かければどんどん上に行きますよね、はい、っていうちょっと話をお伝えします、はい、しましたそこはもうバッチリ、はい、でこの暖かければ上に行くよねって言って、はい、でこのショワルター安定指数っていうのはそのどの高さでまだその空気が暖かいんですかっていうのを、まあ、調べてみたものなんですね。調べで、例えば500、よくあるのが500ヘクトパスカル、まあ、5000メートルぐらいですね、はい、上空、はい、上空5000メートルぐらいと、はい、だいたい、まあ、例えば1500メートルの高さと5000メートルの高さ、1500メートルにあった空気を、はい、こう上にふわふわふわって持ち上げたときに、うんうん、この周りの空気よりもまだ暖かいですか、はい、暖かくないですかっていうのを聞いているのが、うん、まあ、ショワルター安定指数なんですね。で例えば堀田さん、はい、でショワルター安定指数っていうのは、この気温、ですね、この気温、こっちの気温、はい、引く、はい、ここの気温なんですね。この気温で計算を求めるんですけども、うん、要するにですね、はい、じゃあちょっと簡単な、ここは例えば0度だとしましょう、はい、でここ3度だとしましょう、でこれ引くこれはいくつになりますか。マイナス3。でなんでそんなここなんですか。大丈夫です、合ってます、ね、マイナス3ですよね、はい、でこのマイナスの値になるっていうことが、はい、
この空気、本田さん 5000m まで上がっていったんですけども、はい、この後どこに行くと思います？まだ暖かいんです、この空気。上に行く。さらに上に行きますよね。はい。ということは、これだけこう先ほどの雲を描くとですね、もく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 っていう感じで、はい、こう高い雲、うんうん、もくもくとした大きい、発達してる。そう、そうです。そうすると本田さんどうなります？雷が、活発な雷になっちゃう。雷が起こりやすくなる。そうです、そうです。こう書いてありますからね。はい、そうなんです、そうなんです。という感じで、このシュワルター安定指数っていうのは、はい、この 5000m の高さまで持ってった時に、はい、まだ暖かくて上に行けそうですか、はあ、もっともっと上に伸びそうですか、はあ、っていうのを聞いてるのがシュワルター安定指数なんですよね。へ、でその値がそのマイナスとかプラスとかいろいろあるんですけども、はい、このマイナスの時、はい、マイナスの時っていうのがまだ上に伸びますよって言ってるんですね。なんとかイメージつきますか？はい、はい、ほんまですか？ちょっと嘘つきました。いや大丈夫だ。まあ一応、はい、こんなイメージなんですよね。はいはい、はい、シュワルター安定指数終了。ちゃんとシュワルター安定指数の語呂合わせもあるんですよ、はい。なんですかね、覚えてないかもしれない。なんだろうな、これ何してるんでしょう。みおさん、これ何してるんですか？あ、なんかシュワッチってやってますよね。シュワッチってやってます。これシュワッチ、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 シュワルター、シュワルター、安定指数みたいな。シュワッチ、シュワッチ、なんだろうな。500ヘクトパスカルと850ヘクトパスカル。羽子板にコウモリが乗ってるんですけども、多分これあれなんですよ、羽子どの高さの気温を、何ですかね、どの高さの空気を持ち上げて、さっきのこれですよね。多分羽子って書いてあったの、この羽子、1500m の高さ、1500m、羽子板にある空気をコウモリでしたっけ、500、はい、5000m、500ヘクトパスカル、5000m の高さに持ってった時に、うん、その気温まだ暖かいですか、あの周りに比べて暖かいですか冷たいですかっていうのを計算したのがショワッチ、ショワルター安定指数ですよって言ってるのが多分この絵ですね。ちょっと改善の余地ありですね、これは。ちょっと勉強しないとです。はい、わかりました。はい、今日は質問だけで終わってしまいました。でも面白いですね、やっぱり。なんだろう、お天気の気象予報士目指す講座としてはとてもいいですね。まあ、さすが丹羽さん。はい、ちょっと図解天気の見方で空キャンバスやろうと思ってたんですけれども、時間の都合上今日はもうできません。来週やります、丹羽さんと一緒に。はい。いや、今日はちょっとなんか疲れましたね。いや、宮さんの方がもうすごく疲れてると思うんですけど、なんか熱くなりすぎてすごい汗が来ました。30分じゃ収まらないんですけど、まあ、宮さんも他にねお仕事がありますので、お仕事の今お仕事の合間縫って庭さんの休憩時間でやってるようなもんです。これもお仕事です。これもお仕事、これもお仕事なので、はい、宮さんできれば週に一度てくれるかな。いいと思うみたいな。すいません、ちょっと恥ずかしかったんで。恥ずかしかったんで。皆さんに対しても失礼ですよね、私。すいません、ちょっと恥ずかしかったんで、ちょっとすいません。菊池さんから来てくれるかなって来たんで、そのまま言っちゃいました。失礼です。はい。じゃあ、でも毎回こうやってなんかこういう、はいはい、丹羽さんに質問をして、なんかこう天気の用語を教えてもらうっていうのもすごくいいなと思います。ちょっとはい、ものすごい、はい、こうなんていうんですかね、スーって入ってくるような、はい、方法を丹羽さんが教えてくださるということですか。考えてきます。はい、おー、じゃあ質問はあらかじめ、ね、皆さん、あ、そうですね、 それがいいですね。今日ちょっと直前すぎましたし、募集したのもサンシャイン
始まった時ですし、打ち合わせも何もしなかったらね、今度はちゃんと事前に募集をして今日やる内容を決めて打ち合わせをしてやりましょう。そうしましょう。そうしましょう。だってこの時そうでしたもんね、はい、毎回打ち合わせして、はい、皆さんに教えていただいてやってましたもんね、うん、はい、打ち合わせ5分ぐらいしたんですね。打ち合わせ今日一応5分ぐらいしてたんですけど、ちょっと図鑑定期と味方の打ち合わせだったので全く意味がなかったです。はい、いや今度から週1で、じゃあ庭さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではもう30分になりましたので、皆さん今日の図解天気の見方は終了です。はい、皆さんでは本来の業務に戻ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では一度インターバルです。